一走。やるな。
何？どうしたの？どうも。どうしたの？どうかしたか？
めるぜ。
最高だぜ。うん、わかった。それじゃあまたな。あれはリズか。ちょうど武器のメンテナンスを頼もうと思っていたんだよな。うわぁ、新鮮。もうちょっとだけこうしていようかな。おい、リズ。ああ、お兄ちゃん。ちょっと頼みたいことがあったんだけど、なんかまずかったか？いえ、大丈夫よ。うん、大丈夫。本当に大丈夫か？何も問題ないから、ちょっと暴走してただけ。そっか、ならいいんだけどさ。店を離れているってことは、今は休憩中だよな。店？だったら後で店に行くよ。
武器のメンテを頼もうと思っていただけだからさ。そうね、そうしてもらわないと大変だよ。リズ、はい、私はリズよ。どうしたの？様子がおかしいぞ。喋り方もなんだか変だし、ひょっとして。何かな。疲れているんじゃないのか。あまり無理はするなよ。大丈夫ならいいけどさ、リズに何かあったらみんな心配するぞ。そうだよね。俺だってリズの支えがないと困るしさ。どうした？俺なんか変なこと言ったか？ううん、別に何でもない。ただ随分と頼りにしているんだね、リズさんのこと。今リズさんって言ったか？随分と私のことを頼りにしてくれているのね。おお、長い付き合いだしな。長い付き合いっていうなら、あと、リーファのことはどう？頼りにしている？なんで急にリーファが出てくるんだ？だってみんなより一番長い付き合いでしょ？それはまあ家族だし付き合いは当然長いけど。だったら聞かせてよ。鬼、あんたがリーファのことを、その、どれだけ頼りにしているのかってことをさ。リーファを頼りにか。それは難しいかな。え？それってどういうこと？そんなに頼りない？そういうわけじゃないけど。結構頑張っているつもりなのに。リーファが自分で言っていたのか？いや、それは、そうね。そうなるのかな。そうか、リーファは自分の努力をあんまり見せないから、誰かに話すってのは意外だな。リーファだって認められたい時もあるし、それに、あんたに頼られたいって思っているはずだよ。だから、なんでリーファ
話を頼れないのか詳しく教えて。じゃなくて教えなさいよ。はい、リーファのことは頼れないんじゃなくて頼っちゃダメだと思うんだ。頼っちゃダメ？うん、リーファは昔からしっかり者でさ、さっき言ったように誰よりも努力家なんだ。俺はリーファのそばでその努力を長い間見てきたわけだし。それなのに俺は剣道をあいつに押し付けちゃったり、 SAO の事件で迷惑をかけたりしてさ。リーファの兄でいる以上俺は頼られる存在でいなきゃってそう思うんだ。だから頼っちゃダメってこと？ダメってことはないけど、頼るよりも頼られたいっていうか、少なくともこれ以上は迷惑をかけたくない。そんな風に思ってくれているんだね。私でなくてリーファのこと。ああ、直接本人に言ったことはないけどな。そっか。でもそんなの全然迷惑じゃないからね。私は何も迷惑だなんて思ってない。聞いたの？そうなのか？そうよ。それでどうするの？頼るの？頼れないの？頼るよ。言われなくったってきっとこれからもリーファには頼ってしまうと思う。その上で俺は兄としてリーファに頼られる存在でもいたいってことだよ。そうだよね。それが一番だね。リーファも絶対に喜ぶよ。でもやっぱりこんなことを本人には言えないな。そう？話してあげたらいいと思うな。そう簡単にはいかないって。リーファにも俺には話せないことがたくさんあるだろうし。かな。現に今リズから俺の知らないリーファの話を聞いたわけだしさ。けどリーファもリズにはいろいろと話せるんだな。それは当たり前でしょ。私とリーファは友達なんだから。私に話してくれていいよ。そう言われてもな。何を話せばいいんだ？それじゃあリーファの魅力とかリーファの
褒めたい部分とか。うん、褒めることではないけど、最近のリーファを見ていて一つ思うことはある。なに？リーファ最近その体のことで悩んでいるらしいんだ。体？俺は大して気にすることじゃないと思うんだけど、それがなかなかリーファには理解されないんだ。それってまさか、ダイエットのことなんだけどさ。だよね。だと思ったよ。俺は必要ないと思っているんだけど、まあ無理だけはしないでほしいかな。そっか。でもダイエットは女の子なら一度は考えることだしさ、続けさせてあげれば。まあリスがそう言うのなら、しばらくは何も言わずに見守ってみるか。ええ、そうしてあげましょう。それにしてもリーファのことよく見ているわね。そりゃな、兄として一番大切な相手だし。って今のは恥ずかしいな。誰にも言うなよ。言わない。サンキュー、リズ。それじゃあさ、女性としてはどうかな。え？女性として？それは難しい質問だな。普段一緒に暮らしている妹なわけだし。それでも思うことはあるでしょ。その可愛いやつだなとか。可愛いか。うん、そうなんだろうな。以前エール王で出会ったレコンはリーファのことをしきりに可愛いって言っていたし。私が知りたいのはレコンなんかじゃなくてお兄ちゃんの意見。お兄ちゃん？え、今のは違うの。間違えたの。やっぱりいろいろ変だけど、本当に大丈夫か？それは。あ、いた！リーファだ。ちょっとリーファ、何間違えちゃってんのよ。
休憩から戻って入り直したらこの格好じゃない？びっくりしたわよ。リーファ。あー、リズさん。下がって、リーファ。少し二人だけで話しましょう。何お話って、それよりも元の姿に。わかっているから、何も言わなくていいから。だから早く行きましょう。どうしたのよあんた、なんかやけに焦っているわね。なんだ。さっきの質問は忘れてね。いい？わかった。何よ、二人でこそこそ何話してんの？リスのやつ、一体どうしちゃったんだ。